ルグループのリーダーをやっているんですけど、宇宙が大好きで、あと絵を見ることも大好きで、なのでいつかは宇宙人にも年賀状を送りたいなって思ってるんだと、あとモナリザの動く年賀状を作っていろんな人に送りたいです。そんな高校1年生16歳だわこと穏やかです。よろしくお願いします。はい、スマイレージのダジャレ担当前田優香です。今日は蝶野さんと一緒ということで、蝶野さんの話に蝶を乗っていこうと思います。はい、そんなダジャレが大好きな高校1年生15歳優香凛こと前田優香です。よろしくお願いします。はい、私はシンデレラの生まれ変わりなんですけど、私の住んでいるおとぎの国にはまだ動く年賀状というものがないので、私は最先端シンデレラとしてこの2011年はウェブポをおとぎの国にも広めたいと思います。そんなシンデレラの生まれ変わり、高校1年生15歳カニョンこと福田カノンです。よろしくお願いします。はい、私はすごい食べることが大好きなんですけど、今年のお正月はお雑煮とお年玉でお腹いっぱいになりながら年賀状をたくさん見たいです。そんな食いしん坊な中学2年生13歳サキチ、中学2年生14歳サキチこと小川好きです。よろしくお願いします。アイドルグループのスマイレージさんと一緒でちょっと初めてのケイさんでちょっと緊張します。よろしくお願いしますね。お願いします、はいはい、実際ですね、どんなものかというのをちょっと一回デモンストレーションしたいと思いますので、実はこの技術は写真をですね、ちょっと紹介しますね、今彼女に撮ってもらった、写真ですが、このようなあのちっちゃな、大きさなんですが、今ですね、この、ちょっとちっちゃくて分かんないと思うんですが、撮った写真の中の写真が動き出しましたので、ちょっとお持ちください。で、今ね、この写真の中、よく見ると動いてます。で、ここの動いてる動画を触ってみてください。あのポンと上げて、パンと上げて、はい、そうすると、このようにですね、大きくなります。で、それをもう一回触ると、というふうにですね、あの実際に動画が、ダウンロードできます。いや、もう時代が違いますよね。やっぱ自分たちの時っていうのはこう正月になると、その学生時代はね、年賀状の時にこうクラスのこう可愛い女の子とかね、そういうとこに、ね、普段送れない人に、お年賀を通して、気持ちをこう、まあ、表現するというか、来年あのプロデュース業をまず先に一つやりました。あの IGF という猪木さんのところにですね、はい、そちらにこのスマイレージを皆さんもちょっとプロデュースしたり、いやでもね、呼びたいなと思ったんですけど、お願いします。白い若いその、ファン層も呼び込むと、いうような形でスマイレージさんなんかをこうパッと上がってもらったら華やかになるしね、多分猪木さんとさらにもこう両極端のね形になると思うんで面白いなと思ってますけど、猪木さんビンタするってどうします。いや、それは俺が守ります。あ、中にさせませんか。させないです。必要ないです。